桜スとつか桜スとつかは2009年11月27日にとつか駅西口再開発事業により開店した東急不動産の商業施設。所在地は横浜市とつか区とつか町4253番地1。名称はとつか市の花である桜とクラスを合わせて命名された。再開発事業により閉店した西遊とつか店の跡地に建設された。 2011年3月に完成したペデストリアンデッキ、サクラスデッキで、戸塚駅に接続され、西口再開発ビルの戸塚穴や、戸塚パルソ、戸塚穴隣接の戸塚バスセンターとも接続されている。1968年5月、西友戸塚店が戸塚町4252番地、1に開店する。2008年3月8日、戸塚駅西口再開発事業により、 西友都塚店が閉店、店舗が解体される。同年9月より桜都塚の建設工事が開始される。2009年10月15日に建物が完成、11月27日にオープンした。運営は東急不動産、建設は東横辞書、ショップゾーンは地下1階から2階までで、地下1階にはセリア、ヒマラヤ、ワットマン1階には、 スーパーマーケットさんは、ハックドラッグ、サーティワンアイスクリーム、2階には、西松屋、ニトリ、ABC マート、コミュニティ FM、FM、トツカサテライトスタジオなどが入居している。地下2階には、フィットネスクラブの東急スポーツオアシストツカ店があり、3階から6階までは、駐車場となっている。また3階から6階にクリニックゾーンがある。ありがとうございます。